おはようございます。はい、ちょっと体調があまり芳しくないっていうかよろしくないですね。はい、ちょっと直します。よいしょ、ミッキーさんごめんなさい。よいしょよいしょ。今回2つやりたいと思います。まず1個は、すいません、ついに EF を買いました。はい、ということで角野の EF を使ってインクを入れ、何言ってんだ、角野の EF に浮遊将軍を入れて試してみるのと、あとコンバーターちょっとこれ使いたいんで一応 F を用意しておきました。コンバーターだけ使います。とあとこのこれですね、これですね、ちょっと分かんないか、あ、皆さんインク帳が今ちょっと手元にないんですけど、これ使ってこちら、はい、ちょっと抗がん剤が無事、6クール一応終わったっていうか、なんつったらいいの、一応終了記念なのかな、抗がん剤治療まだ分かんないですけどね、これから PET CT やって今後どうなるか分かんないんですけど、一応一旦体を休めるってことで強制終了って形ではあるんですけど、抗がん剤治療終了なんで、そのご褒美で買っていただきました。筑波です。はい、筑波です。で、インク帳のを作ると、で86色目ですね。はい、ああ、はい、で、今月あともう一回買います。はい、ストーリーストーリー上野か横浜に行って、ユーリン堂さんの、インクを買ってこようと思っています。はい、よいしょ、ちょっと開けていきますね。よいしょ。で、もしかしたらインクがまたさらに増えるかもしれないです。この前にあれ、いつもの、あった、よいしょよいしょ、開かない、あ、力ないんだな私、ちょっと待って、開かない、よいしょよいしょよいしょ、先に字書いてから塗ってたっけ、よいしょ、多分ブルーブラックだと思うんですけどね、よいしょ、やっぱブルーブラックか、2023年の11月の18日じゃなかったらな、なんか違う、よいしょよいしょ、あ、これもう洗ったんで、はい、片します。はい、で、これをつけて、よいしょ、あ、結構ついた、こう、あ、ついでってちょっと、画面外で、
これをよいしょ、なんかいつの間にかなんか埼玉県インクが追加されたご様子で、はい。で、ちょっとこれ今ついでにこれも塗っちゃいました。はい。でまた書かないという、はい。ザーザーに近いかな。ちなみに今度ストーリーストーリー上野か横浜で買うインクも同じような色ですね、多分。はい、もうちょっと濃いかもしれない、濃いっていうかもうちょっと暗いかもしれないんですけど、そっちはちょっとこれもね、またあ、でもこれ汚れてんの、うん、まあね、そう、いつか埼玉と千葉まとめて買って揃えちゃいたいと思います。ってことでこれ終わります。はい。ミフィさんがなんかさっきからあちこち向いてるんですけど、うん、で、あともう一個、もう一個あとこれをやっちゃいたいと思います。で、ちょっと紛らわしいんでこれ先取っちゃいますね。このカートリッジだけ欲しかった、カートリッジだけ欲しかった、こういうこといけませんね。これはちょっと直して、これ多分ここにゴム綿があるんで、これ入れとこうか、こっちか、ひえ、あの F は全て EF がうまくいけばお譲りする予定です。よいしょ、ちょっとね、あの色がこうやってあの映っちゃったものとかもあるんで、あのそういったものはもあるんで、はい、あの全部無償でお譲りしようと思います。 EF ですね。でなんかあの使ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、人によってはすごいカリカリするって話を聞いてて、でオープンできないんですけどオープンできないんですけど、ちょっと待って、あります、同じの、はい、ちょっとこれは処分します、これは後で処分で、これもこれ以外は処分、はい。で、これのこれ EF ですね、 EF、 あ、ちゃんと EF って書いたのね。これを刺して、冬将軍を入れていきたいと思います。イエーよいしょ、よいしょ、いきます。
回閉めて、よいしょ、くん閉まります。よいしょ。ごめんなさいね、試し書きします。極細びって、細び、細びって何、極細字って書いてある。あー、カリカリはしないかな私的には。あ、でもうん、カリカリまではいかないけど、細いな細いな。あー、うん、今ちょっとセラさんの F ってあるかな、ちょっと待って、もうすでにいきなりハイエースネオが出てくるっていうところがすごいんですけど。あ、でも細さ的にはやっぱハイエースネオこれが F なんですけど、セーラーさんのと近いかな、ちょっとそれより細い。うん、でも悪くない、これ使えるな、よかった。うん、 F で揃え直します。はい、 F じゃない、 EF だ。はい、ちょっとねカリカリしすぎてたら嫌だなと思ってたんですけれども、あの思ったよりもそんな私はカリカリしてるっていう風に思わなかったんで、あの基準がねハイエースネオなんで、はいどうしても基準がハイエースネオになっちゃうんで、そうなると、あ、これは正解だったかな。あ、出番が、またカリカリするっていうよりか、多分細いからそれで感覚がっていう感じになるんでしょうね。うん、ちょっと EF 集めよう。うん、あの楽天とかだと安く買えるんで、はいね、送料無料でね、2本でいくらとか、まあ振り込み代がかかるとこもあるけど、うん、あ、これだったら、あの、あれですね、よろしい図鑑集められますね。あ、よかった。で、F は無償で、お譲りって形で。あ、よかった。まあね、あの、あれですね、ちょっと、これがあるから、あれなんですけど。何本ある、ここに。1,2,3,4。ちょっと待って。よいしょ。こんだけか。あと、あれですね。プラス5、6本、全部 F あるんですけど、あの、コンバーター付きで、コンバーター付きっていうか、そうですね、コン40一緒につけて、無償で直接手渡しできる方か、まあ、あの送料代出してくださる方にお譲りしようかなと思います。はい、まあね、こんな汚れちゃっててもよければって感じなんですけど、はい、で私はあのコン70を使う人なんで、あのまたね決まったらっていうか、まああの旅行、ま、松山で使う人はいないかM 使うって言ってたもんな、この前お会いした方な。 M じゃないもんな、これ F だもんな。すいません、これをねお譲りしてしまおうかと思います。 F、 はい、私は今後は EF を、はい、使いたいと思います。うん、
に F が嫌いってわけじゃないんですよね。これ思いっきり F ですしね。あ、さすがに出なくなった。え、そ、出なくなっちゃった。出ない。あ、ついに出なくなったか。これも一回洗った方が良さそうですね。うん。なかなかここに座ってっていうのがないんで。あ、こっちは乾いて大丈夫だと出るわ。ちょっと一回これ洗いましょう。多分これ固まっちゃってるね。うん、よいしょ。ってことで、EF を使うってことで、で、これはちょっと、どっかにまとめておきます。はい。どっかに入れとこうか。いやー、でもね、ちょっと EF、これ手帳にいいよな。あの、コメントをくださった方がいて、はい。メインの方なんですけど、あの、書くのに EF 使ってらっしゃる方がいて、で、手帳に使ってますっていう風にお伺いして、はい。私ちょっとね、プレピーはあまり相性が良くなかったんで、あれなんですけど、書くの EF は、はい。あの、まあ、確かにちょっと慣れるまではちょっと大変かもしれないけど、でも、あの、ぬらぬらっていうよりか、カリカリでも全然問題はないんで、むしろこれで、あの、書く、あれですね、あの、ハイエスネオ同様使えるんだったら、全然問題はないです。はい。細いんでね、むしろこれ、あの、来年、訪日のアベックとともに、ね、使えればって、いうふうに思っているんで、はい、そうしようかなと思っています。はい、ちょっと EF も一個あるんですよ。ほらそう、 EF2 つ買ったんですよね。で、これでダメだったらもう書くのっていうか、パイロットさんは諦めようと思ってたんですよね。はい、まあ諦める必要なかったと。はい、よかったよかった。ただちょっと今ね、もう一個入れようと思ってた深海が、コンバーターが、コンバーター上刺さってる状態で、まだ F の方にインクが残っているんで、まあ、それが切れてからですね。はい、それまでは F を使うかどうかって感じで。はい、でも EF めっちゃ細いな。うん、なんか F が結構太かったから、この格差は何って感じなんですけど、はい。でも、あの、ハイエースネオでカリカリしない私が言うのもなんですけど、これはちょっとカリカリするかもしれない、はい。だから、ハイエースネオでカリカリするって言ってる方には合わないかもしれないですね。はい、まあね、もう一本あるんで、はい。徐々にね、揃えていけたら揃えていきたいなと思っています。ふう、あとは、作業的な動画を撮りたいなとは思ってはいるんですね。ってのも、あの、ちょっとあの、ほぼ日のウィークスがあるんですけれども、あの、今週で終わりなんですよ、2023年のが。
終わりなんですよって、別に使えるんですけど12月終わりまで、あの来週からもう来年のが使えるんですね。はい、そうだよな、今2022年のになっちゃうけど、ちょっとしかも折れてるし、よいしょ、直した。ね、そうですね、はい、ノベバ12月の最初の週から使えるんで、ウィクスって。なので今週でこれ終わりにして、で来週から新しいのにしたいんで、カバーをつけ直したいっていうか、そういう作業をしたりとかもあったりとか、あとサニー手帳なんかもね、あのもう12月っていうか、まあ12月から使えるんで、じゃあ入れ替えたいなとか、カバー持っているんですけど、サニー手帳はこの通りここに3つあるんですけど、はい、そうですね、はい、サニーウィークリーもう1冊欲しいなって思ってはいるんですけど、うん、結局買ってないですね。マンスリーが2冊です。はい、あとはね、いつの間にかアベックの親しきとともに増えたと。あと一番使い道悩んでるのがこれなんですよね。はいね、どうしましょうって感じなんですけど、買ったもののまだ悩んでるって。これ12月から使えるんだよね確かね。どうしましょうって感じなんですけどね、12月から使えるっていう無印の手帳、はい、私無印の手帳って使ったことがほぼないんで、うん、どうしようって感じなんですけど、まあ多分これは万年筆じゃなくて普通にペンで書くと思います、はい、無印のゲルインキで。またちょっと手帳もね、整理しないとダメだな。結構12月から使える手帳って多いんですよね。ということで、まとまりがなくなってしまいましたので、この辺で、失礼させていただこうと思います。はい。またね、たまにっていうか、1週間に1回は更新したいんですけど、どうだろう。まあ、今週はもう一回、今週っていうか、まあ来週になっちゃうんですけど、月曜日あたり動画を、また作業動画を撮ろうと思ってはいます。はい。ということで、ここまで見てくださった方様、聞いてくださった方様、本当にありがとうございました。ではでは、失礼させていただきます。ありがとうございました。失礼いたします。